はい、こんにちは。わーチャンネルまえはるです。はい、今日はこちらですね。うん。ゾイドワイルドのグラキオサウルスとクワーガです。はい、ということで2018年7月28日本日発売のゾイドワイルドの新商品だね。うん。こっちが恐竜のブラキオサウルス型のゾイドだね。うん。で、こっちがクワガタ型のゾイドだね。そうだね。今回はエイシン君がクワーガで、私がグラキオサウルスを作っていくんだけれども、その前に、この5秒間。エイシン君10秒になってる。やっていきたいなと思いますね。この間にチャンネル登録や高評価お願いしますね。じゃあ、せーの。チャンネル登録はここをタッチ。登録されるとグレーに変わるよ。一緒にベルマークもタッチしちゃおう。はい、登録してくれたかな、うん、高評価もこの動画が気に入ったら押してくださいね、うん、はい、じゃあ早速組み立てていきましょう。はい、こちらがクワーガですね、うん、これエイシン君が組み立ててくれました、うん、そして墨入れもしました。そうだね、墨入れも今回エイシン君が自分でしましたね、うん、こんな感じにできてますけど、いいんじゃない、かっこいいじゃん。クワガタムシッシュなんだね。クワガタムシッシュ、うん、もう完全にクワガタだよ、見た目もね、うん、はい、ちなみに、うん、これはこの前ライブでやったカブターと同じように、うん、ゼンマイを巻くと動くね、うん、ちゃんと大ゴも、あ、動き、あ、動くね、動くね、うん、動いてる動いてる、この動き方が虫っぽいんだよね、ほんとね、うん、そしてワイルドブラストは4連カニバサ4連カニバサね、うん、はい、どうするのかな。まずこの横の顎を出して、うん、あ、もう一つ顎があるのね、うん、だから4連なの。なるほど、これは手動だね。手で羽を広げて、うん、めっちゃかっこよくなった。そうだね。ちなみにこの前ね、うん、ライブで作ったカブター、うん、これも墨入れ今回してみましたね。墨入れした方がかっこいいね、やっぱりね、うん、はい、こちらがグラキオサウルスだね、うん、もうすごい大きいね、うん、ちなみにこの前作ったワイルドライガーと比較してみるとこの大きさもう全然違うね。全然違うよ、ほらね、大きいんだけども、うん、動きもね、なかなかダイナミックです。ちょっと入れてみるね、はい、こうやって歩くの、うん、首が動いて尻尾もね、うん、こう左右に動いてんだけど、うん、これ歩いてると途中でワイルドブラストしますね。止まった、はい、来た、ワイルドブラスト、これがグランドハンマーね、いくよ、ドドーンこれすごいすごい、うん、でこう2回ハンマーボーンって打って3回目も、あ、これで戻る、これでまた通常に戻って歩き出す、これすごくないこれ、うん、めっちゃすごいよね、感動もの、うん、何歩か歩くと止まって、待て、横から出てきて、せーの、せーの、ズドーン、これマジで当たってっからね、うん、さらにズドーンと、うん、で元戻ると、うん、素晴らしい、素晴らしいです、うん、グラキオサウルスの方も墨入れしましたね、うん、やっぱ墨入れするとかっこいいよね。ちなみに口もちょっとだけ開きます、うん、こんな感じで、そこ開けるとワイルドブラストした時にハンマーみたいな、そう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 、あのワイルドブラストする時は口開けるみたいなんだけど、うん、ここはね手動なので、うん、ちょっと歩いてる時はできないかな、うん、うん、こんな傘俺たちが人類を破滅に追い込んでやるぜ、イエーイもっとお前たち、な、なんだ、お前はまさかグラキオサウルス、な、なんで、その通りだ、私がグラキオサウルスだ、私が最強のゾイドワイルド、あいなずはこの檻が噛みついてる、おりかし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 、聞かないぞお前たち、なに、ならば食らうがいい、私のワイルドブラスト、なに、なんだって、グランドハンマー、あ、覚えにゃおった覚えにゃおった、伝説が始まったぞ。はい、ということで今回はゾイドワールドのグラキオサウルスとクワガでした。はい、ということで今日の動画がもしよかったなと気に入ったなと思った方はぜひいいねボタン、高評価、グッドライクお願いします。そしてぜひお友達にも教えてあげてください。ちょっと今回のおすすめ動画質問のところに出てますのでぜひチェックしてみてください。チャンネル登録は真ん中あたりからよろしくね、ということで今回は以上でございます。バイバーイ。